2020年代になったら、無理に自分の気が辛くなることには、正面からぶつからなくていいんだ。はい、みなさんこんにちは。ゆうすけの N チャンネルのゆうすけです。いつもゆうすけの N チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今回は、久々ですね。スターピープルスターシード特徴シリーズとなります。で、この動画なんですけど、私が高次元にアクセスして、その、スターピープルスターシード一つの星人さんを取り上げて、それをお伝えする動画になっております。なので、補足なんですけど、高次元にアクセスして、スターピープルスターシード自身、星の人から聞くパターンと、知識豊富な存在からですね、聞くパターンがね、混在しておりまして、まあ内容は皆様の想像力にお任せしようかなと思います。まあただらしいとかいうことが多かったら、まあ本人じゃないな、みたいなことを分かってもらえばいいんじゃないかなと思います。で、今回ですね、取り上げる星人さんは、アンタレス星人になります。イェイ。アンタレスさんも久々ですよね。結構、ね、第3弾までやってて、第4弾、とうとう行きましたが、まあ質問と答え、どんどんやっていきたいと思います。で、まずアンタレス星人と食べ物についてなんですけど、答えが、リミッターを外すとよく食べてしまう、とのことで、アンタレス星人は、制限を知らないことが多くて、自己の体についての制限がわからない。だから食べ過ぎ、食べなさすぎという感覚もわからない。なんなら食事時間もよくわかっていないことも多い。下手をすれば常に何か食べている状態でもある。生き物を食べることについては、想像すると厳しいそうだ。肉という概念で食べると大丈夫。鶏の肉だとかいう風になると、イメージしてしまい悲しくなって食べるのが厳しくなるとのこと。現代の加工技術は良くて原型がないから、興味示さずに食べられるのもいいみたいだ、とのことです。まあ、そうみたいだね。うん。まあ、肉とか、その後かの肉とか、こう、姿焼きとか、丸焼きとかが苦手なんじゃないかなと思います。で、次。2020年代の地球をどう思ってるっていうことなんですけど、答え。吸収することがいっぱいで過ごしがいがある時代。2020年代は、吸収することがたくさんあって過ごしがいがある時代だそうだ。とにかく自己の行動でいろいろ変わっていくからだ。だからこそアンタレスならではの行動をとってほしい。自分の気が楽になる行動で良い。2020年代になったら、無理に自分の気が辛くなることには、正面からぶつからなくていいんだ。考えるんだ。道はたくさんあるのだ。それを忘れずにいてほしい。とのことです。なんだろうな、これ聞いたときに2020年代っていう風に指定して聞いたからだと思うんですけど、その前の時代をすごく言っていて、前の時代はこう、隠れてたりっていうか、なんか気を使うというか、なんか、こう、なんて言うんだろうね、なんか、2020年代からは、どんどん自分を放出してっていいっていう、自分第一でいいみたいなことを言ってた気がします。で、最後、地球での人付き合いについてなんですけど、答えが、吸い取りモンスターに注意、よく聞きますね。今の時代でモンスターというと伝わるのだろうか？人間の形をしたモンスターだ。アンタレス星人時代でも別の星のやつでいただろ？あんな感じだ。
イメージが思い出せない？有名なのは一緒にいると気を吸い取られる存在だ。元気、勇気、正気、正気、根気、などなど、得意の直感で感じたら離れることをお勧めする。なぜなら吸い取り力は2倍、いや、数十倍になって感じて、受け取ってしまうからだ。離れられない場合は、吸い取られない別の星の影響がある存在に頼ると良い。少なからず影響は皆受けるが、オリオン、タウあたりがいいだろう。アルクトゥールスと連携して知識で対応でも良いかもしれない。良い人に頼るのだ。とのことです。まあ、これはよく言われるよね。エナジーバンパイア、エナバン？エナジーバンパイアのエナバンですかね。エナバンとか言う人もいたりとか、そう。特に、アンタレス星人は、吸い取られやすい部分もあるみたいなので、そこをね、意識していくといいみたいです。対策って言うんですかね。他の星の人とかが自然とバリアしてくれたりとか、いろいろ対策してくれたりはするみたいなんで、どんどんそれに頼っていいんだよっていうことも忘れないでいただければ幸いです。ということで、今回まあね、このシリーズ3つの質問なので、サクッと終わるんですが、まだまだ他の星もありますので、よかったら引き続き、このチャンネル登録。このチャンネル登録。まだの方は登録。あと、この動画、いいねと思ってくださったら、いいねボタン。まあ、いつものポチッと軽く気軽に押してもらうだけで結構です。広がるみたいなので。あとは拡散ですね。SNS とかで紹介していただいても全然大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。ということで、今回この動画のお相手はゆうすけのエンチャンネルのゆうすけでした。またね。